マエケン体操っていうのは、はい、今でもやってるの？やってます。あれはな、どういうことなの、マエケン体操とか。あれはあのね、やっぱね、YouTube で残ってるんだろうね、はい、それでマエケン体操って、あの小さい野球少年もこうやってやってんだよね、はいはい、あれは高校の時にトレーナーさんが教えてくれて、うん、あのピッチャー全員に教えてくれたんですけど、うん、みんなやめてったんですよ、うん、あの恥ずかしいから、うん、かっこ悪いというか、別に見た目いいものじゃないじゃないですか、うん、いや、そのグラウンドでいきなりやり始めたら、マエケンやるとさ、はい、かっこよく見える。いや、そんなことない。そんなことない。いやいや、本当に本当に。え、あれはどういう体操なの？あ、そうなんだけど。あれは、ちょっとこれ脱いでもいいかな。途中から脱いだら変。全然脱いでも、全然脱いでも。いや、あれは、はい、あの未だに続いてるっていうのは、やっぱりいいからやってるわけでしょ、はい、そうですね。肩甲骨の動きとかなんですけど、ピッチャーってやっぱりイニングごとに座ったりとか、うん、休んでから投げることとかあるので、まあ、そうするとこう、動きが悪くなったりとか、うん、やっぱ攻撃中こうずっと座ってると体も固まったりするので、うん、僕は2人間に毎回やるんですけど、うん、こう投げる動作で近い動きで、ね、本当準備運動、怪我防止みたいなもので始めて、ね、まあ、ずっと本当に高校生の頃から続けてて、うん、で2軍時代もずっとやってて、結構まあ初め笑われたりとか、うん、何やってんのみたいになるんですけど、うん、まあ、ずっとこう僕はいいと思って続けてきたので、うん、それが途中からなんかすごい注目されて、なんかマエケン体操って名前までついたんですけど、まあ、続けてよかったなと思ってます。まあでもやっぱ継続していくものっていうのは大切だよね、はい、そうですね。やっぱりね、すごい僕も恥ずかしさみたいなものがあったんですけど、うん、まあ、続けていって、まあ、今だったら子供たちとか、うん、まあ、本当に学生の方だったり大人の人もそうですけど、うん、みんな真似してくれるので、うん、はい、まあ、続けてよかったなと思ってます。でも当時のあの広島のいろんな人に聞くと、はい、あいつほど負けず嫌いなやつはいないとそうなんですよね、はい、負けず嫌いなんですよそれはもう子供の頃からだんだんけど薄まってきてます。大人になればなるほど、うん、負けも認めるみたい、認めるところもありますし、昔はやっぱり何事もこう認められないというか、うん、認めたくないっていうところもやっぱりあったので、野球だけじゃないです、本当ゲームとか何でもなんですけど、何でも負けて終わりたくないです。最後勝ったら勝つまでやるみたいな、やっぱそれがやっぱ大事なんだろうな。う、ね、やっぱ勝負に携わる人間としたら、はい、少しこう尖ってた部分ももちろん若い頃はありましたし、だからマエケンじゃなくて何か言われたことがあるよね。あ、なんかあの負けへんみたいな。まあ負けへん、トレーナーの方に言われたんですけど、そうそうそう、負けへんの方がいいんじゃないかって名前が、いや本当に今となってはいい部分かもしれないんですけど、うん、若い頃はやっぱりそれで少しね悪い印象を与えてしまったこともおそらくあると思うので、いやでもそうやって尖ってる部分もなきゃ、はい、できない世界だと思わない。そうですね。やっぱみんなにへこ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 さ、はい、頭下げてるようじゃさ、はい、ダメでしょ。そうですね。それはあると思います。ね、まあでもなんて人間関係もまあ必要じゃないですか、監督とか。まあそうそう、うん。なのでそのあたりうまくしつつ、まあ折れないところは折れないというか。でもそれはさ、ある程度大人になきゃわからないことでもあるんじゃないの。はい、そうですね。若い頃はまあ確かにわからない部分もありましたし。でも僕はおそらくうまくやれるタイプだと思うので、うん、あのコーチの言うこととか監督の言うことはこう一応試してみるとか、うん、聞いて違うなと思ったら勝手にやめたりとかもしますし、もう頭ごなしにもう絶対話は聞かないとかっていうタイプではないので、まあ、笑顔が素敵だからな。いやいや、笑ってたら多分ね丸く収まるような感じがするよ本当にね。いや、うん、俺の印象だとものすごく人懐っこくて、はいはい、なんかすぐ寄ってきて話をしてくれるなっていう。そうですね。横浜行った時はいつも豊さんと喋ったりとか、なあ、中畑さんと喋ったりとか。でしょ、はい、でも何年でしたっけ、コーチやられてた。2012年。12年。あのさ、2012年のその話が出たから言うけど、はい、4月6日は何したか分かる、はい、あなたが。ノーリットノーランですか。覚えてるよこの野郎とか思う。いやいや、だけど投げてて、はいはい、手応えあった。いや、もうすごい調子良かったです。そのブルペンからめちゃくちゃ調子良くて、今日はいけるっていう、うん、今日はいけるってノーヒットノーランがいけると思った、はい、いや、あの今日は絶対点を、この調子で点を取られちゃいけないなと、完封はしたいなっていうぐらい調子良かったです。で、まあ途中からノーヒットノーランに変わっていくじゃない、はい、意識が、はい、それ何回ぐらいか。7回ぐらいからですかね。あと一回りっていうところで、僕前の年の最終戦にヤクルト戦で9回、ワンアウトかノーアウトで、うん、ノーヒットノーラン失敗してるんですよ、うん、藤本がなんかに言ったんですよね。あ、そうです。その経験があって、その時は意識してなかったんですよ。なので今回は意識しようっていうか、意識しないとできないなと思ったので、やっぱり嫌だなと思うバッターにはフォアボール出してもいいやとは思ってたので、うん、
まあ、あとは本当にチームメイトみんな寄ってこないって言うじゃないですか。東出さんとか普通に言ってくるんで、ノギとノーランやれよみたいな、そゆきさんとかあんまこっちのこと考えずに言ってくるんで、そういう意味で意識せざるを得ないというか、もう意識してやってましたね。その時のさ、はい、DeNA のベンチの会話は知ってる？ウォーズ全く知らないです。教えてあげようか。ベイスターズ側のその話聞いたことないですね。そういえば 俺がヘッドコーチで中畑さんが監督、はいはい、3回に、はい、だからこれやられるな早い。3回ですか？それは完封とかですか？ノーヒットノーランですか？すごい。これやられるぞって言うから、これ間違いないですって。マジですか？そんなに早い？いや誰も会ってないんだもん、うん、圧倒していくからさ。でも一回り目が合わないっていうのはよくあるじゃないですか。いやいや、もうね、合わないレベルじゃない、いや、うちのバッターたちのレベルが違うと思った。いやいや、そんなことないですよ。ほら、いかんと思ったそんなことないですけど。だから途中で言ったよ、はい、もうなんとかもう球種に張れと、はい、もうコースに張ったってビシビシ来るし、はい、変化球だったら変化球、ま、はい、っすぐだったらまっすぐ一本でいけ、はい、でもうそれで三振してもしょうがないからって、もうとにかく阻止するぞって、はい、全く無理だ楽勝にしたろ。そんな、いや楽勝ではなかった。こんなにの人のなんて簡単だ。いやいやいや、そんなことないです。誰かに一本、ラミちゃんですかね、一本だけレフトがファインプレーはあったんですよ、はいはいはい、その一本だけですかね、ちゃんと打たれたのは。あとは僕9回に石川さんにフォアボール出してるんですよ、うん、石川さんはあそこはわざと僕はフォアボール出したんですけ ど石川さんってなんかこうちょこんって当たって内野と外野の間に落ちるの嫌だなと思って、とか内野安打もあるバッターなので、それだけはちょっと阻止したいっていうので、際どいところでもフォアボールでもいいかなって思いで投げたんですけど、そこだけはちょっと本当にフォアボールいやなと思ったぐらい、ね、試合終わってコーチ会議、はい、やっぱやられたなって、いやすごいなっていう話になったんだよ。相手を叩いてるんだよでも最後にはあのピッチャーを打てるような、はい、打者陣を作っていかなきゃいけないなっていう話になったんだ。だからいいきっかけをくれたんだよ。いや、そう言っていただけたら嬉しいですけど。いやそんな早い段階だったとは知らなかったですね。いやもう3回で監督が豊かやられるって間違いないですって言ってたから。まあでも次の日に DeNA から花が送られてきたんですよ。そうです、球場に。それはすごいびっくりしました。すごく嬉しかったです。いやいや、それはもうあげますよ。いやいや、すごいあの大きなお花が飛べたので。いや、大きなお花を渡す代わりに、やっぱこのピッチャーを打ちたいっていうね、はい、やっぱ目標設定ができたから。途中から僕、ベイスターズ投げるの嫌でしたけどね。なんで？打線はっていうと失礼ですけど、良かったじゃないですか、筒香とか、うん、まあまあ。昔だったらもう内川さんとか村田さんとかもいましたし。うん、どっちかというとバッターの方が強いチームだったじゃないですか。まあまあ確かにね。なのでこっちが点取れるから頑張って 2,3 点に抑えられればまあ勝てるかなっていうイメージはすごい強くて、うん、でも 2,3 点っていうのはあまり考えないでしょ、はい、やっぱまずは完封とか。そうですね、基本的には1点も取られたくないっていうのと、そうですね、2点取られたらやっぱ勝ちがつかないと思ってたので、うん、あの昔の僕のいた時のカープだと。いやもうね、あの1点取られた時の表情、はい、カーッとなってるっていう、はい、結構感情がこう起伏があるんだなっていうね。感情はもうすごい出ます。そうだ、ね、表に出ます。はい、僕はなんか隠そうとしないというか、うん、ポーカーフェイスって面白くないじゃないですか、ピッチャーで、うん、やっぱ見てる人もこのガッツポーズとか悔しがってる顔とか見てた方がなんかね、でも面白いじゃないですか。でもピッチャーとしたらもう全てを兼ね備えてたな。いや、そんなことすごかったね。いや、フィールディングもめちゃくちゃうまいしさ。フィールディングは得意でしたね。そうでしょ、はい、だから言ってるいや、そんなことないですよ。いやいや、全てはいやいや兼ね備えてないんですけど。いやいや、牽制はうまい、守備はうまい、まあバッティングももちろんすごいけど、はい、ほとんどのピッチャーが必要とされてるものを、要求されてるものを備えてたと。いや、時々カバーリングをこう、はい、カーッとなって忘れる時はあったけど、はい、いやだけどでもその頃からやっぱメジャーっていうのは意識があったわけでしょ。いや全くなかったです。いや、いつ頃からメジャーっていう意識はあったの？2013年のやっぱ WBC 出てからですかね。それはなんで芽生えたの？まあ、WBC に出てメジャーリーグの選手と対戦したりとか、うん、まあ、相手ピッチャー見たりとかしてみて、うん、この自分よりこのすごい選手がたくさんいるっていうところと、うん、まあ、もう一つあるんですけど、ダルビッシュさんと田中将大がメジャー挑戦したっていう、うん、部分も僕の中ですごく大きくて刺激になった部分と、あの2人って日本で圧倒的なピッチングをしてたわけじゃないですか、うん、でもメジャーリーグに行くと、まあ、もちろんメジャーリーグで1点台とかはなかなか難しいですし、うん、まあ、ダルビッシュさんとか田中将大が3点台だったり4点台になる年もあったりとか、そういう世界を見ていて、あの2人がなんか日本と違うピッチングになってしまう世界って
どういう世界なんだろうっていう、はい、それを見てみた、自分も行ってみたいっていう気持ちが芽生え始めましたね、はい、その芽生えてから準備をしたことっていうのはどういうことを準備したの、はい、メジャーに対してやっぱり2013年に WBC である程度いいピッチングができたので、うん、そのボールとかマウンドは僕の中で問題ないなっていうのがまずクリアできたので、うん、あとは技術的なことですね、やっぱりもうちょっとパワーもつけないといけないですし、うん、スピードも上げないといけないっていうところをまあ意識しつつ、あとはもうポスティングシステムでなんとかこのできるだけ早く行きたいっていう思いがあったので、うん、まあ、球団に毎年こう相談しながら、うん、話し合いながらっていうところでしたね。なるほどね、はい、でも実際決まったらドジャースだったの、はい、どうだったの行ってみて。よかったですよ。でも例えば高校からプロになったでしょ、はい、でカープからドジャースに行った、はい、どっちがなんかびっくりしたことが多かった。まあ、やっぱアメリカ行ってからのがびっくりすることが多かったです、ね、例えばどんなことでびっくりするの。まあ、文化が違うので、まあ、キャンプ中とかミーティングとかあるんですけど、みんなもうご飯食べながら監督の話聞いたりとか、うん、もう足首ながらとかガム食べながらとか、うん、途中で何人もトイレ行くし、うん、このなんだこれはみたいな、監督が真剣に話してるのに、うん、みんなもうこんなんですよ。こうやって飯食いながらこうやって監督のミーティングとか聞いてるんです。いいのそれでと思ってふんずり返って、はい、もうなんだここはと思ったんですけど、僕とかでもこうなんですけど、そのやっぱりなんだろうな、文化が違うというか、うん、そういうこう日本とやっぱアメリカとか、まあ、もちろんアメリカ人だけではないので、いろんな国の選手もいますし、あ、こう育ってきたこう文化とか環境とか考え方とか、あ、いろんなものが違うんだなと思って、やっぱそこをこう埋めていく時間というか、うん、やっぱり僕もルーキーだと思ってアメリカに行ってるので、うん、一番最後に帰った方がいいかなとか、ちょっと早く朝早く行った方がいいかなとか、一義だね、あんまりちょっと車派手なの乗らない方がいいかなとか、いろいろ考えて、最初の車とかもロサンゼルスの街見て、一番よく街中で走ってる車にしようみたいな。何したの。ベンツのなんか SUV みたいなのが一番街中にいっぱい走ったので、ああ、これにしようみたいな。地味やなぁ、メジャーリーグとしたら。もうちょっと夢のある車に乗ってよ。いや、なんかやっぱルーキーだったので、いや、あんま調子乗っちゃいけないなって。で、行って1年終えて、全然関係なかったなというか、誰もそんなところ気にしてないんで、本当にもう自分のこと終わったらもう帰っていいし、その朝も自分 の, その調整というか、自分の練習に合わせた時間に来ればいいっていうので、あ、日本とやっぱ全然違うなっていうところは感じましたね。でもさ、マイケンの話聞いてると、そのプロから、あの高校からプロに入った時、日本からアメリカ飛んだ時、はい、絶対相手をすごいっていう風に見ないようにしてるのか、会話の中に絶対出てこないよね。でもそれを感じると、はい、自分がこうなんかこう低く位置しちゃうから、うん、はい、それをあえて言わないのか。いや、でもすごいとは思ってますよ。でもそれをできるだけ感じないようにしてるでしょ、自分の中で。感じないようにっていうか、まあ、でも